春木じり祭、春木じり祭りは、大阪府岸和田市で、毎年9月に行われる、じり祭。り岸和田断じり祭と同日開催。岸和田市北部の春木地区、南海本線、春木駅の周辺で行われる。古くは、天の川から長森橋までの奇襲街道を中心に、春木村の陸方と裏方の2台の断じりによる、おやいが醍醐味の祭りであった。 後ろについて、前のだんじ尻を追いかける方が盛り上がるので、展開する際に、後ろのだんじ尻の綱先は必ず前のだんじ尻に、回り込もうとするので、喧嘩が絶えなかった。春木北は、元町、大小路町、宮本町で構成され、春木南は、南浜町、北浜町、本町で構成されていた。昭和20年代に、春木北は、新町をするために、 藤井町へ団りを売却するが、銅を取っていた岡田と敷地が死去。それに伴い新町の話が立ち消え解散となってしまった。そのため、春木南は一町で引いていても面白くないと岸和田地区へ移行した。その後元町が子供団りを栄光し、八田町は春木宮本町の大育子と武田公務店にて団りを新町し、それに続き、 断じりを所有する懲会が続々と増え、現在では12台の断じりが見られる。運営に関しては春期断じり最礼年番を筆頭に、最礼町会連合会、栄光責任者協議会、若頭責任者会、若頭連絡協議会、後手子連合協議会などが組織されている。岸和田の人にとって断じりは町の花である。 団り祭りの主役はもちろん参加するすべての人たちだが、その中心にはいつも団りがある。団りは総計焼作りであり、形態は各地方ごとに、その発祥や発展の過程が異なるために、岸和田型、大阪型、堺型、神戸型など様々な形態に分けられる。そのうち、岸和田型を下団り、他地域の団りを総称して、上、 だんじりと呼ばれる。春るきだんじり祭では、祭りに参加している全長、下だんじりという形態のだんじりである。春るきだんじり祭では、全国各地の祭礼において、その出し、屋台が曲がり角を慎重に、方向転換するのではなく、勢いよく走りながら直角に向きを変える。言葉では簡単だが、重さ4トンを超えるだんじりを走りながら操作するのは、容易ではない。 段尻を前へ前へと引く、青年団、旋回のきっかけを作る前手子、舵取り役の後手子、後手子に合図を送る、大工方、それぞれのタイミングを合わせるのが難しく腕の見せどころである。早く、正確に、やり回しを行うには、それぞれの持ち場を受け持つ、各団体の息が合うことが重要となる。1日目は午前6時から7時30分、集会コースを、 引き出しというなで幕を開ける。その後、午前9時から、春キラパーク前において、パレードが行われ、午後1時から本部前パレードが、行われる。二日目は午前9時から午後12時、八坂神社で、宮入りが行われる。その後、午後1時から午後5時まで栄光コースを、周回する。二日とも、岸和田段尻祭と同様のように、午後7時から10時頃までの、間は、 明かり入れ栄光が行われる。暗闇の中を赤い駒上鎮に照らされただんじりが、動く姿は美しく、何とも言えない。また、昼間の激しいやり回しの風景とは一変し、小さい子供から年寄りまでの幅広い年齢層の人たちが、だんじりを近くで見ることができ、楽しむことができる。南海電気鉄道南海本線、春木駅下車。ありがとうございます。